今日はゴミの位置に行ってみたいと思います。それではご覧ください。何のことだ、なんかちょっとインパクトなかったな。最初のインパクトが良かったな、昨日のふかふかでね、めっちゃ美味しかった、ね、昨日のやつ。それ左やろ。あっちの、さっきの弟すぐそこへ出るとき、昨日食べたの。今日もいっぱいな。通ってみたら、いっぱいってまんまいと思う。うわぁ、大行列やん。めっちゃ並んでた。無理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 、絶対無理や。すごい並んでた。なんなあれは。すごいね、昨日で正解やね。正解正解、やっぱ正解やったわ。何あれ、うまいけど、すごい行列やったね。いやそこもこの行列来て、ちょっと無理やわ、あれは何人よ。で、実際はそこ鉄板の前で食べなあかんから、ね、6人ぐらいしかさ、そうだね、何回転じゃなかったと。それは美味しいね。うまいわ、よう分かった。美味しいとこにやっぱ並ぶんやね。じゃあ昨日すごい良かったですね。昨日もう一番ベストやった。あの常連っぽいおっちゃん、左って書いてある。嘘、マジで。ほら、ほら、近い。スーパー行きたいな。いや違う違う違う、あ、そっち左やったの。全然違うやん。この辺りいいな。あれなんかソースでごまかされたんだけど、ソースあんま味せっかったけど、昨日のソースは、ソース今日めっちゃ濃かった。いや濃かったよ。だからマヨネーズ入れな、味が整えへんねったらもうほんまもんじゃないや。昨日マヨネーズかかってなかったでしょ、うん、だって醤油で食べるぐらい美味しかったんやけどさ。美味しかった。やっぱそこやね、絶賛でしたね。うん、分かった。あそこ分かったな。あれホテルなんかな、800円やったら安いやん。あ、キョコいっぱいあるよ。あ、すごい。すごい、ハマグリもある。あ、わお、車エビもいた。うまい、おった。すごい。泳いでます。ちっちゃい最後。あ、お土産用の、うん、あ、うん、おお、1800円。
ところで。おめんたいチリも。おぶっ刺さってあって、これが醤油なんだ。マーティンが来てる。うまい。面白い。面白い。カキフライソフト。いっぱいあるね。すごいね。めっちゃ可愛い。ああ、ほんまや、キャラメルコーン。あっちも道の駅がある。海の駅。かき横の店。教えてくれたんです。あの人予約満席やもん。でも諦めてもう弱って言って、どの分はもう完売やもん。でもあの人は2席取ってる。あ、そうなんや。だから1席しかないって言ったら、もう1席どうですか、お譲りしますよみたいな。優しい。そう、ほら、あれあれあれ。あれにね、牡蠣の稚魚、稚魚、卵つけて。こっちはできなくて、ねえ、ちょうどよかったね、相手で。ほら、これ全部そうやで、養殖にしたホタテの貝。無料ですって、何が無料なんやろ。これをぶら下げるんだ。ぶら下げて。すごいね。これ何の入り口なんやろ。ねえ、ほんとよ。なんでホタテの貝にしようもないの。なあ。ちょっと横に乗せて、言うて。ボロボロやって私が言うたんだ。
グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。いろいろなところ、おいしいものを探していくので、よかったらチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。